野茂英雄。トルネード投法と呼ばれる独特なフォームから繰り出されるフォークなどで三振を量産し、NPB と MLB で活躍した野茂英雄投手。2014年には日本の野球殿堂入りを果たしている名投手です。なお、表彰候補者入り1年目での野球殿堂入りは史上3人目の快挙となります。日本人メジャーリーガーのパイオニア的存在でもある野茂英雄氏。現在、日本人メジャーリーガーが多数メジャーに挑戦できているのは、野茂英雄氏がメジャーへの道を切り開いたからだと言われています。しかし、当の本人である野茂英雄氏のメジャー移籍に至る決断は、近鉄との確執があったと言われています。そこで今回の動画は、野茂投手がどのように近鉄バファローズを退団し、アメリカメジャーリーグのロサンゼルスドジャースと契約したのかを、解説していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。小中学校と無名の存在だったが、体をひねって投げると直球の威力が増すとして、後のトルネード投法の原型となるフォームで投げていた野茂投手。高校進学時には近大附属などの、いくつかの野球名門校のセレクションを受けますが、全滅。結局、大阪府立成城工業高等学校に進学しました。高校では2年生からエースとなり、1985年7月19日に全国高等学校野球選手権大阪大会2回戦で完全試合を達成。3年時はベスト16進出という成績を残しています。この時点でプロから誘いを受けていましたが、社会人野球の新日鉄堺へ入社。この社会人時代に自身の代名詞ともなるフォークボールを習得しました。社会人2年目の1988年には都市対抗野球に出場。同年のソウルオリンピックでは日本の銀メダル獲得に貢献しました。名実ともにアマチュアナンバーワン投手となった野茂投手は、1989年の NPB ドラフトでは史上最多の8球団から1位指名を受け、抽選の結果、近鉄バファローズが交渉権を獲得しました。余談ですが、この年は野茂投手以外にも数多くの名選手が誕生しています。大洋1位の佐々木一弘、ロッテ1位の小宮山悟、阪神5位の新庄剛志など、後のメジャーリーガーも同期ドラフトになります。野茂投手は、推定契約金は史上初の1億円超えとなる1億2000万円。投球フォームを変更しないという条項が付け加えられての契約となりました。史上最多となる8球団競合の末にプロ入りを果たした野茂投手ですが、1年目からその実力を発揮。プロ初登板から数試合は勝利がつかない試合が続いたが、4月29日のオリックス戦で当時の日本タイ記録の1試合17奪三振を記録し、関東でプロ初勝利を挙げた。同年はルーキーながら、パリーグの最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占。ベスト9、新人王、沢村賞、シーズン MVP にも輝いた。なお、パリーグの投手が沢村賞の対象となったのは1989年からで、野茂投手はパリーグからの受賞第1号となりました。奪三振に関してはシーズン2桁奪三振試合21回、当時の記録である5試合連続2桁奪三振、1991年には6試合連続2桁奪三振を記録、パリーグ新記録となる三振奪取率 10.99 と従来の記録を次々に更新し、奪三振率の高い投手に与えられる異名、ドクター K と呼ばれるようになりました。その後も日本球界では、1990年から1993年までのプロ4年間で、4年連続最多勝、4年連続奪三振と猛威を振るったトルネードですが、1994年に右肩を痛め、これらの記録が途絶えてしまいます。シーズンの大半を怪我で棒に振って戦線を離脱したことで、少し風向きが変わってきてしまいました。1994年オフ、野茂投手は契約更改の席で、複数年契約と代理人として、団野村氏を起用することを球団に要望。しかし、近鉄は肩を故障してシーズン後半を棒に振ったことを理由に拒否。現在は有資格者による代理人起用は認められていますが、当時はまだ認められていませんでした。この交渉の際、球団側は、君はもう近鉄の顔ではない、と告げたとされています。球団社長は代理人起用はあくまで、年俸釣り上げのための口実であり、次の公開ではサインするだろうと楽観し、これに対し野茂投手は、お金の問題じゃないんですと反論。この一連の動きに対してマスコミも近鉄の意見に同調し、野茂投手は次第に孤立していきました。なお、球団フロントに対しての確執に関しては、次のこともあったためと言われています。当時の藤井寺球場には選手専用駐車場がなく、開幕投手であるにもかかわらず、本社の人間が来るので車を動かすように要求された。観客動員が増えることで収入が増えるのはいいが、優勝したら年俸を上げなくてはならないので、熾烈な優勝争いをして2位に終わるのが一番。と契約更改の席で言われた。4年連続最多勝、4年連続最多奪三振にもかかわらず、現状維持の年俸を提示された。これらのこともあり、以前から不満を抱いていたと語っています。野茂投手が近鉄に入団した時の監督は、後に振り子打法でブレイクする、イチロー選手の恩師でもある、仰木彬監督でした。野茂投手は近鉄への入団条件に、投球フォームの改造をしないことを挙げていたのですが、仰木監督はこれを快諾。調整方法も野茂投手本人に任せたため、仰木監督を信頼して尊敬するようになりました。メジャー晩年には、自分を信頼してくれた仰木さんを胴上げするためにチームに貢献しようと頑張っていたが、仰木さんが監督を辞められたことでその気持ちは薄れてしまった、と語っているほどです。しかし、1993年から近鉄の指揮を執ることになった球団のレジェンド、鈴木啓史監督と野茂投手の相性は最悪でした。鈴木監督は自身が317勝と実績を上げた投手ということもあってか、フォームや調整方法など様々なことに干渉。就任後に出演したラジオ番組で野茂投手について、三振は取りが支給が多すぎる。フォームを改造しなければいずれ通用しなくなる。その時に私に頭を下げてこられるかどうかだ。と制球力の悪さに不満を持ち、トルネード投法を完全否定していた。調整方法に対しても真逆の考えで、野茂投手は開幕に合わせればいいという考えに対し、鈴木監督は、オープン戦から結果を残せ、と要求。また、橘裕二コンディショニングコーチとマンツーマン指導で、遠投などの、自己流でスタミナを作っていたが、鈴木監督は過度な走り込みを強要。何周走ればいいんですかと問うと、何周とかと違う。野球選手はひたすら走るもんなんや。と持論を押し通した。橘コーチは専門知識を習得し、アメリカなどで広まっていた最新トレーニング理論を導入。走り込み、投げ込みを徹底させる従来の長時間練習とは大きく異なり、負傷者の減少などの効果が出たことから、近鉄の選手の間で高く評価されていました。しかし、鈴木監督は適度な休息を含めた合理性を重視する。橘コーチのトレーニング方法を支持せず、選手経験のない橘コーチが選手を惑わせて、自らのチーム管理権限を侵害していると捉えた。この結果、橘コーチも監督から冷遇を受け1993年に近鉄を退団。その結果、野茂投手だけではなく、橘コーチを信頼していた吉井理人投手もヤクルトへ移籍。特に野茂投手への批判は痛烈を極め、あいつのメジャー挑戦は人生最大のマスクレーション。とまで言い切る、最低最悪な発言をする始末でした。こうした指導法が元で監督と対立するようになり、1995年シーズン近鉄でプレーしないことと、メジャーリーグでプレーすることを決意する二つ目の理由になった。ちなみに、野茂投手自身は元チームメイトの金村義明氏の著書内で、別にどうしてもメジャーでやりたかったわけじゃなかった。ただ、あの監督の下ではやれないと思った。それだけです。と語っていたと言います。球団と監督との確執が重なった結果、野茂投手はメジャーリーグ挑戦を表明しました。対する近鉄球団側も自由契約ではなく、任意引退選手として扱おうとしました。なぜ任意引退選手としたのかというと、野球協約上は自由契約にならない限り、他球団でのプレーはできないが、任意引退選手とすると、選手の保有権は球団が放棄しない限りは、他球団でプレーすることができないためである。だがこの任意引退という言葉を引き出したのは、代理人である団野村氏の作戦であったと言います。団野村氏が日米協定や日米の野球協約を確認すると、この任意引退という言葉は日本にだけあることが判明。日米のコミッショナー事務局に確認すると、アメリカでは日本の野球協約は適用外であり、日本での任意引退は、FA、自由契約と解釈されていました。これにより、任意引退選手と公示されれば日本ではプレーできないが、アメリカは対象外のためプレーできると確信したそうです。なお、この規則は現在は改正されており、任意引退すれば海外のプロ野球チームとも契約はできないようになっています。あとは、どうすれば任意引退に持ち込めるのか。これが最大の難関でありました。ここで考えられたのが3つの作戦。まずは作戦 A。契約更改で FA 取得までの6年契約24億円を要求すること。今でこそ珍しくなくなった複数年契約ですが、当時はあまり例がありませんでした。複数年契約を持ち出せば、近鉄側は認めるどころか怒って、他球団でプレーできないように任意引退にする制裁措置を取るだろうと考えた。作戦 B は契約を蹴られた場合に徹底抗戦すること。キャンプにも参加せずに1年間プレーしなければ、自動的に任意引退となるためである。そして最後の作戦 C、任意引退が封じられた場合、アメリカで職業選択の自由に反する裁判を起こすといったものでした。決心までに半年ぐらいかかるだろうが、99% 勝てるだろうと考えられていました。結局は作戦 A が当たり、近鉄側から、契約しないと任意引退にするという言葉を引き出しました。球団側は、引退するつもりがないからこれで残留するだろうと脅しのつもりだったようだが、これに対し野茂投手は素直に応じました。球団は困惑していたようですが、後日、球団関係者やマスコミが任意引退の意味がわかり大騒ぎに。ルール上、何の問題もなかったわけですが、野茂投手と団野村氏は大バッシングを受けました。度重なるバッシングを受けた野茂投手ですが、その騒音を実力で黙らせました。メジャー1年目から素晴らしい活躍を見せ、前半戦までに6勝1敗、防御率 1.99 の好成績で折り返し、メジャーのオールスターゲームに選出されて先発投手も務めました。シーズン通算では13勝6敗、防御率 2.54、236奪三振で、アジア人初となる最多奪三振のタイトルを獲得し、チームの地区優勝に貢献。自身もこちらもアジア人初となる新人王にも選ばれました。野茂投手がドジャースに移籍した1995年は、前年から続くストライキにより開幕が1ヶ月近く遅れ、そのためにメジャーリーグの観客動員数が大幅に落ち込んでいた頃でした。しかし、その時に現れた救世主が日本から来た野茂英雄だったのです。日米で野茂マニアという言葉が生まれるほどの人気を誇り、ファンの信頼を失ったメジャーリーグを救ったと言います。その後も野茂投手は14年間にわたりアメリカの地でプレー。日本人最多の123勝。2度のノーヒットノーランを達成。このノーヒットノーランはナショナルリーグとアメリカンリーグ両リーグでの達成。これは史上4人目の快挙であり、1996年のクアーズフィールドで達成したノーヒットノーランは、この球場唯一のノーヒットノーランでもあり、2001年に達成した2度目も、カムデンヤーズにおける唯一のノーヒットノーランとなっています。2008年に現役を引退、日本人のメジャーリーグへの道を切り開いたパイオニアの物語は、一旦ここで終了となりました。引退後からはプロアマ問わず後進の育成にあたり、現在はダルビッシュ投手が所属している、サンディエゴパドレスのアドバイザーに就任しています。引退後、日本ではたまにプロ野球の解説や野球イベントなどで野茂氏を見かけますが、現役時代の面影が、野球選手、現役引退すると太りがちですね。それでは、今回の動画は以上です。他にも野茂英雄投手に関するエピソードなどあればコメント欄に残していただけると嬉しいです。少し長くなってしまいましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。